か。はい、隣のアースリバイバルのインスタが来ました。先日のコスプレイヤー篠田由美です。篠田さん、よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、隣から3度目のね、ブースターを作ってくれましたけども、ちょっとね、やっぱこっそりしてますんで、ちょっと見えるところに、ちょっと見えるところに出ていただければなと思います。はい、カメラさんの電話をしてますので、はい、配信見てる方もね、じっくりと見ていただければなと思います。先ほどまでとはなんか一個ね、顔すいません、僕も忘れてました。アースリバイバルのミオちゃんという、かなりすごくて、はい、これをかけてる、はい、これは映像が、あ、ここに来るやつ、はい、あ、近未来ですからね。そうです、映像の中ではこっちに見えないような映像が、はい、はい、なんかお相手のデータとか出てくるのかな、はい、そうですね、なんかマトリックスとか出てくるんですね。はい、そういう感じの近未来的なのがすごくかっこいいですね。可愛いですね、ちょっと感じて、はい、はい、そうですね、だいぶ出てますよ、はい、どうしたか、この記事ぐらい守られていない、なぜこの背中の上えぐったなっていうのはね、まだ謎めいてるんですよね。そうです、まだちょっと詳細は言えないんですけど、でもこれは間違いなくリアちゃんの、リアちゃんです。靴と、そう、靴も可愛いですね、デザインがすごく可愛いです、ね、お仕事が巻いてありますので、一体何なのか、ね、ちょっと分からん、今のところ分かる地表とかが入れるぐらいのサイズですね。謎めいてますね。なんで、ちょっと謎めいたけど、まだまだちょっと明かされてないというのが多いですけど、ちょっと一旦お座りいただきまして、もう終末世界を冒険するゲームになっております。はい、終末、もう終わりかけ、はい、終わりかけ、はい、どのぐらいの近未来ですか。2112年の世界になってますね。研修の未来の世界を選んでいるんですね。楽しそうですよね。だからちょっとハイテクな感じですね。ハワードスーツもとてもかっこいいデザイン。サバイバルってことはやっぱり打ち合ったりするゲームなんですかね。あ、そうですね、うん、武器もすごいかっこいいね。はい、ちょっとこの後ね、実は PV を用意してありましたので、どこで説明する、はい、ちょっとそちらを見ていただきたいと思います、うん、はい、この後ですね、はい、実はもうあともう10分後ぐらいに、はい、撮影見つまりのアースリバイバルフェスで私のプレイタイムがありますので、10分20分後にある、篠田さん、はい、10分20分後はこっちの場でやってます。はい、そうなんですね、奪わないでいただきたいけども、まあでも行きたい方に行っていただきましょう。それはちょっと、うん、こはい、ちょうど真ん中から両方を見ていただければね、はい、そうですね、楽しんでいただけたらと思いますけど、はい、撮影会だったりするとですね、あ、そうですね、あそこの LED のとこ真ん中に立って撮影会があります。はい、ぜひ見てください。この格好が見れるのはもうそれが最後ですか。明日も出演するので、明日もあちらで見る、そう、明日も1日いるので、明日来るかな、明日も来たわね、はい、ぜひその時間にも行っていただけたらと思います。はい、本日は3度も来ていただきまして、ありがとうございました、お手がかりました、ありがとうございました、篠田さんでした、ありがとうございました、ありがとうございました。